16時からだったっけ、16時じゃない18時ぴったりからか。めっちゃ時間あるよね。今何時？今16時20分なんだけど、まだまだ。17時40分とかにもうデバイス装着とかめっちゃあるよ。よし、こんにちは。すごいじゃん。こんにちは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？テンション低い。なんでよ。なんでよ。でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香です。こんにちは。ということで本日はこの後18時から波動でございます。リンオカフェがピクニックするっていうからその隣で配信しようかなと思って。よくない？自分でお弁当作ってきてるよ、リンオカフェ。リンオカフェ美味しそうな弁当食べてる。もう西はデレン下で買ってきたメロンソーダを飲みます。ピクニックな、本日は波動が最後なんですよ。あの予選が今日。そう。これ予選なの？そう、これまだ予選なんだけど、予選ラストで多分次があの決勝、大きい多分とこでなんかやるから、今日が最後なんです、この多分このシーズン。めっちゃ重要ってこと？でもうちらはどうあがいてもあの1位になれることはもうない。あ、そうなの？そうなんです。じゃあもう楽しむしかないじゃん。そう、でもただビリになるとしっかり罰ゲームがあるから。そう、だから今日もちゃんと勝たなきゃいけない。勝つでしょう。うん、もちろん勝つしかないでしょう。そう、罰ゲームがあのカメラとかなく、あのなんだっけあのお客さん、ファンの方さ、スーパーボール持ってるじゃん、あれの袋詰めが罰ゲームなの。で、内職みたいなさ。あ、下準備的なこと？そう、ファンの方にお配りするスーパーボールを袋の中に詰めるっていうのが罰ゲームなの、我々。そう、再開になるとただただ休みと時間を奪われてしまう。これはえらいこっちゃなので。そうです、カメラも回りませんので、だからうちらは決勝戦に出る子たちの負担を少なくするために今日勝たなければいけません。そうです。うわ、鼻めっちゃムズムズする。あー、出んかった。そうです。で、今日の私のテーマは小学校2年生小2です。可愛くない？見ておかしい。スタッフさんがなんか来たなと思った。ピクニックですか？気持ちいいですよね、ここね。
やっぱ外はいいんだよな。コンペイトみたいって可愛いでしょ。そう、小学生の時とか幼稚園の時こういうの女子は絶対通った道な気がする。これ今日大西下のトイザラスで買ってきた。お揃いにしていいよ、波動来る方。お揃いにしていいよ。かわいいよね。もうすぐ日が沈みますよ。今日はの夕焼けもいいよね。これ東京湾なの？これって海なの？この景色の、この景色にある、あ、すっごい盛り上がった。あ、これ海なんだ。まあ、川ではないか。なのにさ、こんなにさ周りにさでっかい建物たちがさあってさ、すごくない？うん、都会ってことだよね、マジで。ね、歓声が聞こえるけど何ってね、何が行われてるんだろうね。めっちゃ盛り上がってるの。波動以外に試合なんてあるの？ここ。じゃあなんかテレビで中継。あ、そういうこと？今なんかやっ、あ、何？今なんかやってる？テレビとかで。なんかさっきからすっごいね、ふうってずっと言ってるの。めっちゃ盛り上がってる。なんだろう。ね、今どこにおるの？今はお台場です。そう、お台場。あっちやばいね、夕焼け。めっちゃ綺麗だね、今の。ほんとだ、見えるかい、みんな。すごい綺麗な夕焼けだよ。あ、めっちゃ綺麗に映ってる。でもほんとに日落ちるの早くなったよね。もうあと30分もしたら暗いよね。なくれるねってね。まだ17時前なのになって。そっか、まだ5時なってないのか。もう冬だね。なんか甘い匂いする。わかるね、ポップコーンの匂い。めっちゃいい匂いする。やめて。うーん、食べたくなっちゃう。やめよう。ポップコーンは何味が好き？塩。うん、お店も塩かな。塩とキャラメルとあと何があるの？確かに。ディズニーで考えればいいのか。あ、そうなのか。バター醤油だって、ね、絶対美味しいやん、そんな。それは絶対美味しい。いや、バター絶対いいやん。うわ、ディズニーいろいろあるよねって。そうなの？うん、チョコ蜂蜜だって。あんまり。あれ、でもなんかさあるよね、ポップコーン専門店みたいなんでさ。あ、いちご味みたいな、分からんけど。あ、ど忘れした。原宿とかにあるやつ。なんかめっちゃランリーとかがさ一時期、ナルちゃんとかめっちゃ大好き。ずっと持ってたやつ。
私も行ってた。あ、ほんと流行ったよね、うん、ポップコーン。カレーとかありそうやって。美味しそう。すごいじゃん。1階の映画館から匂ってくるって。いや、そうなんだよね。波動来るときマジで映画館の近く通るからさ、めっちゃいい匂いするもん。そう、食べたくなっちゃう。いいね外。でも今ぐらいじゃない、もう外でさ気持ちいいってできるのね。もうちょっとしたらもう寒くて外もやだってなっちゃうよね。ね、ずっとこんぐらいがいい。これよりもうちょっと暖かくてもいいぐらい。今お風呂上がりとかもう寒いんだよね。なんかそう、お風呂上がり寒ってなるの好きじゃない。もうこたつもお家ずっとつけてる。そこが AKB の事務所ですかって。どういうこと？ここ AKB の事務所って。こんなでかいわけないじゃん。こんなでかいわけないよ AKB の事務所。こんだけでかかったらね、いいんだけれどもさ。だよ、現実は甘くないよ。そんなに。お、食べた？ほんと偉い。お弁当作ってくるの。やめて、一個めってるみたいになっちゃう。やばい。すごいわ。いい匂い。なんかお散歩したいな。わかる。ね。この下めっちゃ行きたい。ね、そうなんだよね。この下めっちゃ綺麗。これ海沿い歩けるってことだよね、あの辺。レインボーブリッジも歩けるんだよ。え、そうなん？そう、あのさ、ユリカモメがさ、撮ってるところ、下のところ。うん、あそこ隣に歩道ある。え、何キロぐらいあんの？どのぐらいだろうね。めっちゃ 2,3 キロ。え、そんな近い？学校のもうは橋の。そうなんだ。ああ、どうなんだろう。うん、確かに歩いてみたいな。あの辺行きたい、浜辺みたいなところ。あ、ここは浜辺？あ、私ビンゴの企画あそこで撮った。あ、本当？なんかなかった、なんかあの写真撮るみたいなさ、ももちゃんウエストとかなんかやんなかった。あー、もしあれだってもう握手会の会場で撮ったもん。あー、そうだ。あ、そう。そうだそう、懐かしい。よくしょ。海に入るのは禁止ね。海入っちゃダメなんだ。で、海水浴できないんだ、ここ。時期的にってこと？来ない。時期的にできないの、東京湾は。夏はみんな海入ってる？この辺。そうか、汚い、汚いのか。汚れちゃってるんだね。
お台場はずっと遊泳禁止だって。ダメなんだって。なんで？遊泳禁止ってなんだっけ？何の歌詞だっけ？あれじゃない？涙に沈む太陽。恋はもう遊泳禁止？え、歌詞の話じゃなくて？歌詞の話。禁止自体。あ、うん。あ、でもそれだ。涙に沈む太陽か。あ、でも他にもあった気がする。なんかシングルでなかった最近の。リップグロスや。何だったっけ？海岸通りカフェのテント急かされ。君2番。二サビ前、思い出せないよ。あ、恋はもう遊泳禁止みたいなやつだ。言ってたわ言ってたわ、それだわ。めっちゃ泳ぐの禁じられるじゃん。泳がせてよ。うちらダメなんだ、泳げないんだ先生。秋元先生、どうして、どうしてダメなの。入らせてよ。もうダメなんだ、海入ってダメなんだ。遊泳禁止しがち。カフェテリア、カフェテリア、カフェテリアしがち。バス追いかけるバス追いかけがち。踏切あ、そうだね、踏切も多いね。あとなんだろうな、かなり安全考慮してる。まあ確かに。さよならクロールもあるよって。さよならクロール、あ、だだ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 、痛いに遊泳禁止、違う違う、泳げないしタオルにくるまってちょっとすねてた、だー沈む一人占め、あ、遊泳禁止のロープ、あ、遊泳禁止のロープまで。あったあったあったすごい、よくよく思い浮かんだね。すごいじゃん。面白くない？すごい。めっちゃ禁止してくる。え、三つしかないのかな？遊園禁止。絶対もっとある。もっと絶対あるよね。探したいな。マジ？遊園禁止ちょっと探してみようよ。また。いいやん。ね、全然泳がしてくれないね。今度遊泳禁止縛りでコンサートしようよ。何曲披露できるかな。衣装は、衣装、衣装どうしよう。泳がしてくれないんでしょ。衣装どうしようか。やっと泳がしてもらってアンコール水着みたいな。あ、いいね。いいじゃない。いいね、水着いいね。夏が行っちゃったって曲にもあるらしいやって。AKB の曲、夏が行っちゃった？夏が行っちゃった？夏が行っちゃったってどんな曲だろう？わかる、わかるけど、ちょっと今出てこない。わかる、わかる。なんだ？うん、わかんないかも。誰かのために怖い。楽しいばかりが AKB の一番最後に歌った曲。え？コンサートでやったってこと？どんなんだっけ？やだ。遊泳禁止を探してるよ。あったちょっとその部分聞こうよ。あれ？え？あ、Aメロの最初の。さよならサーフボードにも入ってるって。めっちゃあるやん。すごっ。遊泳禁止きた。遊泳禁止きたじゃん。泳げないよ。また禁止されちゃった。悲しい。ねえ、さよならサーフボードって知ってる？さよならサーフボード、知らないな。それにもあるって。AKB の曲？サーフボード。
か聞いたことあるかも。もう出てくるよ。泳がせないよってあ、どんだけ、どんだけ出てくるの、すごいね、遊泳禁止、遊泳禁止先生、もしこれ15分経ったかしら、意外と長いことやってる、わかんないよ、もう経ってるか、 OK、 じゃあちょっとそろそろ私準備に取り掛かろうと思うので、ランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、1位れんすけさんありがとうございます、イエイ。そして2位が、本日バースデーのゆれちゃんさんありがとうございます、イエイ、おめでとう。そして3位が RT アットマークおにしぐまりやさんありがとうございます、イエイ。そして4位がきょんいさんありがとうございます、イエイ。そして5位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさんありがとうございます、イエイ。そして6位がコバアットマークおにしゅうさんありがとうございます、イエイ。7位が台湾のラーリーザアットマーク、お、りんちゃん神神推し波動頑張ってさんありがとうございます、どうやって鍵つけてここやってきたんだ、みんお壁です。そして8位がエイトさんありがとうございます、イエイ。そして9位がカンタムさんありがとうございます、イエイ。そして10位がふっちゃん横浜さんありがとうございます、イエイ。そして11位がとちたろうさんありがとうございます、イエイ。そして12位がさとちあとまくおにしぐんさんありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がゆみたんありがとうございました、イエイ。ゆえ禁止なんですけどちょっと、ゆえ禁止なんですけどちょっと、何してるんですか。ゆえ禁止でございますよ。そしてあ、何タワーありがとう、1位の方が2つ、2位の方が、あー1つ、ありがとう。じゃあ1位の方2つ分まず読んでいきます。じゃあいきますよ、1位のれんすけさん、泳いでる目の前で、みおかべが泳いでるよね。やっぱ禁止されすぎちゃうとダメなんだよねこれね、泳ぎたくなっちゃう。ずっと泳いでるな。もう楽しくなっちゃってるよ。はい、じゃあいきます1位のデンスケさん、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 ゆうれきしすけ、もう積もっちゃったよリンオカベが。ありがとうデンスケさん、たわありがとうございます、チームウェイナイス公園、遊泳禁止公園、いけるよ、遊泳禁止公園やろうよマジでね、できるよ、来年夏、夏なのに遊泳禁止、悲しみ。よし、じゃあ続きまして2位の、本日バースデーのゆりえちゃんさん、ゆりえちゃん、ゆりえちゃん、ゆりえちゃん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう、お誕生日おめでとう、おめでとう、ありがとうございます、イエイ。さと皆様も本当にありがとうございました。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です、皆さんの好きな色は何ですか。なんだろう、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、そんな感じ、何でもいいんだよ、何でもいい、もう目についた色何でもいいよ、何でもいいよ、うん、なんか言ってみて、オーシャンブルー、オーシャンブルーなんかもう遊泳禁止されてるからもうオーシャンがもう海が離れない、んでもでもやっぱりそこはせーの桃色、マジか、なんでやねん、マジか、桃色です、桃色でお願いいたします、ありがとうございました。ということでですね、本日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。で18時から波動私とリン岡部とレミタンと3人でどう、なんかめっちゃテンション高いね、はい、なんかリオ壁めっちゃテンション高くなってる、テンション上げていかないと波動なんてやってらんないよ、あれまあテンションね高く頑張っていけたらいいと思いますので、皆様たくさんの応援をよろしくお願いします。では、じゃあね、ありがとうございました。